こんにちは、速稼塾の久保です。今回ね、ケトジェニックダイエットっていうんですか、ケトン体を使うかなんかのダイエットですよね。私もちょっと小耳に挟んだことがあるんですけども、ケトジェニックダイエットっていうのは、炭水化物をぐっと抑えて、ちょっと調べたんですけどもね、セレブの間でも実践者が多いケトジェニックダイエット、通常の生活で炭水化物を摂りすぎている人の場合、炭水化物をカットすることでダイエットの効果が早く出やすく、脂質はたっぷり取れるので満足感が得られるのが人気の秘訣ですということなんで、ケトン体を補給するためにしっかりと食べることができるんですよね。このね、ケトジェニックダイエットについてね、おすすめの方法や食事ですか、食材などありましたらね、山根さんからもお寄せいただきたいんですけども、ミスター M さんに所見をお伺いしたいと思います。ケトジェニックダイエットね、私もしっかりと取り組んだことはないんですけども、これは一体どういうものなんでしょうか。それでは本日は以上です。失礼します。